私たちは生まれつき罪人であると聖書に記してあります。その言葉に同意し、またそれを自覚している人は世界に果たしてどれほどいるでしょうか。前回、荒れた畑に種をまく生き方というお話の中で、私たち罪人は生まれつき自我の種が植えられた畑のような状態であるということをお話しさせていただきました。それはすなわち、自我を持った両親から子供が生まれることによって、子供もまた自我という罪を犯す性質を遺伝的に受け継いでしまうことを意味しています。そしてまた、その子供の自我を助長する機会が親の不完全な教育によりたびたび与えられ、さらに世の中に潜むありとあらゆる罪の誘惑に本人自ら応じることによって、多種多様な自我の種が長い人生の間中ことさらに植え続けられ、その悪影響によって罪人はいつまでも罪の問題が解決せずに、結果的に罪の奴隷となっているという現状があります。しかし聖書は、罪人が罪の奴隷という状態に陥っていても、そこから助け出されて自由の身となる方法を提示しています。その方法とは、最終的な自我の問題の解決法として、キリストの十字架の犠牲の功績によって、神に属する愛の種がもう一度人間の畑にまかれるという方法になります。これは神のご品性が罪人のうちに回復されるという神の契約になります。アダムの堕落の結果として、男女は死すべきものとなり、死の支配下に入りました。そして彼らの子孫は遺伝的に不従順という傾向を持って生まれました。人類はただキリストを通してのみ罪から自由にされ、神のご品性が彼らのうちに回復され、神の御前にもともとの地位を得ることができます。この約束こそ、絶望的な負の連鎖を断ち切る神との契約です。今回はこの神との契約の実例を、聖女の儀式と祭司の働きを通してさらに深く考えてみたいと思います。新約聖書のテトスの手紙3章には、この希望の約束の実例が記してあります。私たちも以前には無分別で不従順な迷っていたものであって、さまざまな情欲と快楽との奴隷になり、悪意と妬みとで日を過ごし、人に憎まれ互いに憎み合っていた。罪人がどのような状態から回復の大事業に着手したかが、ここに記されてあります。私たちもとあるように、キリスト時代の初代教会を構成する熱心なクリスチャンたちも、私たちと同じ神性の欠陥を持った状態からスタートしていることがわかります。しかし、そのような罪の奴隷の人生に大きな転換期が生じました。彼らはキリストとの出会いを経験したのです。ところが、私たちの救い主なる神の慈悲と博愛とが現れた時、私たちの行った義の技によってではなく、再生の洗いを受け、聖霊により新たにされて、私たちは救われたのである。
彼らは自分たちの本当の罪深い状態を自覚し、罪の奴隷となっていた時、救いの神であるイエス・キリストと出会ったのです。そして、罪の奴隷から解放してくださるキリストの十字架の本当の意味を頭ではなく体験的に知ったのでした。それはキリストを裏切った弟子たちの新しい伝道者としての再出発の証や、迫害者サウロが異邦人伝道者パウロとして新しい人生を得た証の中に見られる神のご性質、すなわち決して罪人をお見捨てになられない救いの神との出会いでした。そしてその証がまさに彼ら自身にも及んだ時、神の慈悲と博愛とが現れたということを理解することができたのでした。このように神が罪人と関わってくださる理由はただ一つです。それは罪の奴隷として永遠に失われる最悪の運命から罪人を解放して永遠の救いに招き入れる救いという最高の目標を達成するために神ご自身のご品性のすべてを投入しておられるからです。それはすなわち救いのためには神ご自身の命すら犠牲にするという愛と恵みのご品性を余すところなく注ぎ込んでおられるのです。この驚くべき神のご性質は毎日行われていた聖女の儀式の中でも明らかにされています。罪祭という悔い改めと許しの儀式は神の愛と恵みのご性質によってのみ成り立つ罪の責任の交換作用が見られます。それは犠牲の動物に自分の犯した罪の事実を移して、その代わりに動物が罪を犯さなかった事実を移されるという罪の責任の交換作用です。神が定められたこの正当的な責任転嫁の方法によってのみ、罪人はさも罪を犯していないように神様からみなしていただけるのです。そしてこのことにより、罪を犯した本人は罪を許されて、その身代わりとして犠牲の動物が死をもって罰せられるのでした。この罪の責任の交換作用によって、さも罪を犯していないようにみなしていただけることを義認と言います。この義認は、罪人が神の許しの唯一の方法を信じる信仰によってのみ、その効力を発揮し、神の愛と恵みのうちに成立します。これが悔い改めを喜んでお受け入れになられる神の驚嘆すべき罪人の救いの方法なのです。それゆえ、私たちの行った義の業によってではなく、という行いによる義の功績に全く価値を見出さない、ただ神の恵みによりすがる信仰による義がテトス3章には見られるのです。この信仰による義が罪人の罪から回復させる神の契約の最も重要な土台となっており、それが聖女の儀式の中の最も重要な土台としても表されていたのです。そしてこの
神の契約の招きに応じる者、すなわち聖女の儀式に信仰を持って参加する者には、テトス3章の4節から5節に記されていたように、さらに再生の洗いを受けるという、今までの罪深い人生からの一大変化の経験が聖霊によって与えられるのでした。これをさらに聖女の儀式から詳しく見てみましょう。聖女の財祭の儀式に毎日参加する者にはある概念が湧き起こるのでした。それは罪の身代わりの動物の血が日常的に流される必要があるという、罪の責任の交換作用に全く依存しながら存在している今の自分の現状から何とか抜け出したいという概念です。この概念は毎日自分の一つの罪のせいで動物にその責任を移させてもらい、その刑罰として自分の手で動物を殺す儀式を体験するとき、その犠牲の苦しむ姿を申し訳ない気持ちと自分自身に対する情けない気持ちで見るところから湧き起こるものですが、そのような状態から抜け出したいと思うのは、罪の奴隷から解放されたいと願う気持ちと同じ精神になります。そしてここで、この罪人の罪の問題の解決のために、日々聖女で奉仕している祭司の存在が、罪の問題解決のために非常に重要となります。実は祭司は、外庭の罪の責任の交換作用である犠牲制度のための奉仕以外にも、聖女の第一の部屋の中で常に奉仕をしています。それは食材の油を毎日補充したり、香壇のお香を常に整えたり、また安息日ごとにパンの机の上に置いてあるパンを交換したりして、聖女がイスラエルの民の中においてある重大な役割を十分に果たすことができるように常に働きかけているのです。この聖女の重大な役割とは何でしょうか。それは、神が実際に聖女の中に御臨在されることによって、イスラエルの民が罪に勝利する経験に預かる助けを与えてくださるということを教え、さらにそれを一人一人に実現するという役割です。言い換えれば、イスラエルの民のど真ん中に聖女があり、そこに神がお住まいになることによって、イスラエルの民の心には救いの神の御臨在と中保者である祭司の働きが常に思い起こされるのでした。この二つの存在こそ、私たちの救いのために神がご用意されておられる最も強力な助けとなる手段なのです。同様に、救いの神の御臨在について、私たちはどのようにそれを感じることができるでしょうか。それは、心の中に与えられる聖霊の内住を通してそれを感じることができるのです。ところで皆さんは、キリストの時代の弟子たちがキリストと共に生活し、その御言葉にいつでも触れられるという非常に恵まれた環境にいたことを羨ましく思ったことはありませんか。彼らの隣にはいつもキリストがおられました。しかし彼らはキリストを裏切りました。なぜそうなったのでしょうか。それは、彼らにとってキリストは救いの神ではなく
ローマ帝国から自分たちを解放するイスラエルの王だったからです。もし彼らがキリストをご自分の命をかけて罪から人類を救い出される救いの神であると理解していたなら、彼らはキリストを知らないなどとは言わなかったはずです。しかし弟子たちはキリストの復活後にこの救いの神と出会いました。彼らにとってはここからが本当のクリスチャンライフの始まりだったのです。そして彼らの人生は復活のキリストと過ごした40日間とキリスト昇天後に心を探る10日間の準備期間を経て、ペンテコステの聖霊降下によって一変しました。そしてこの初代教会のクリスチャンたちの人生を一変した同じ聖霊がさらに私たちの人生をも一変させるのです。聖霊は私たちの救い主イエス・キリストを通して私たちの上に豊かに注がれた。これは私たちがキリストの恵みによって義とされ永遠の命を望むことによって御国を継ぐものとなるためである。このように聖霊は私たちの心に救いの神の御臨在を実現するために内住してくださるのです。つまり大祭司キリストは天の聖所での取りなしによって私たちに聖霊を送られ、キリストが地上で弟子たちとおられた時よりももっと恵まれた環境を私たちに提供してくださるのです。なぜなら私たちの心の中に直接聖霊が注がれて、世の終わりに至るまで私たちと共にいてくださるからです。このお働きを開始するためにキリストは復活後に天の聖所に入られたのでした。しかし私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければあなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けばそれをあなた方に使わそう。さらにモーセの時代の祭司の働きについて考えてみましょう。先に触れましたが、祭司は毎日聖所の第一の部屋の中でも三つの祭具に関わる奉仕をしていました。まず燭台ですが、聖所の中を明るく照らすためにはこの燭台が必要でした。これは私たちの人生を明るく照らす良き行い、すなわち善行を表していました。そして燭台に光を灯すためには油が必要であったように、私たちが善行をなすためには聖霊の感化力、すなわち神に属する愛が必要となるのです。この神に属する愛が聖霊の感化を通して心に与えられるとき、私たちは世の光として燭台の役割を果たすことができるようになります。そしてその影響力は神を知らない人たちに対して神の栄光を証しすることになるのです。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい。次に
聖女の第一の部屋にある講壇での祭司の働きについて考えてみましょう。講壇で焚かれるお香は特別な材料で作られています。そしてその煙にはキリストの義の功績が含まれていると言われています。この講壇のお香を整えることによって、そのキリストの義を象徴するお香の煙は絶え間なく立ち上るのでした。この講壇の前で祭司は鳥なしの祈りを至聖所におられる神に捧げていました。この第一の部屋と至聖所には帳というカーテンのような仕切りがあって隔ててありました。しかしこの講壇の煙だけは帳の上にある隙間から隣の部屋である至聖所に入っていくことができました。それはつまりキリストの義の煙が混ぜられた祈りだけが神の御元に届くことを表していたのです。逆を言えば、私たちの祈りはキリストの義の煙と混ぜ合わさなければ決して神には届かないということです。これは罪が神と私たちを隔てていることを表しています。それゆえこのお香で象徴されたキリストの義の功績を神に対する祈りに混ぜ合わせる必要性を言い表すために、私たちの祈りの最後にはイエス・キリストのお名前を通してという言葉を添える必要があるのです。さらに聖女の第一の部屋にあるパンが備えられていた机について、祭司はどのような働きをしていたのでしょうか。モーセの時代、イスラエルの民はマナという天から与えられたパンによって養われていました。これは神が私たちの命を保つためにご用意してくださる神の賜物の存在を教えるためのものでした。しかし彼らはそのマナに対して不満の精神を表しました。それゆえ彼らはマナの教訓から学ぶことができず、結果的に命のパンであられたイエス・キリストを拒んだのでした。私は命のパンである、あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死んでしまった、しかし天から下ってきたパンを食べる人は決して死ぬことはない、私は天から下ってきた生きたパンである、それを食べる者はいつまでも生きるであろう、私が与えるパンは世の命のために与える私の肉である。マナの教訓とは何でしょうか。それは天から与えられた命のパンであるイエス・キリストの御言葉を表していました。この御言葉によって私たちの霊的な部分は養われます。御言葉は霊の糧とも言われています。さらに祭司は第一の部屋の中に置いてある机のパンを安息日ごとに新しく交換していました。これは安息日ごとに神を礼拝する中で与えられた御言葉によって次の安息日に至るまでの一週間分の霊的な力を得ることができることを表していました。このようにモーセの時代のイスラエルの民が罪に勝利する経験に預かるために与えられた聖女の役割である救いの神の御臨在と中保者である祭司の働きは、現在の私たちのクリスチャンライフを
サポートするために、今もなお、大祭司イエス・キリストの取りなしによって、天の聖女から与えられているのです。これらの聖女の教えを実際に体験したものは、テトス3章の5節に表されている再生の洗いを受け、聖霊により新たにされる体験に預かるものとなるのです。そしてその体験の証を携えて、神の契約がいかに素晴らしいものであるのかを人々に伝えることを神は望んでおられるのです。この言葉は確実である。私はあなたがそれらのことを主張するのを願っている。それは神を信じている者たちが努めて良い技を励むことを心がけるようになるためである。これは良いことであって人々の益となる。この証を伝えるために神は私たちの心に聖霊を通して御臨在され、世の終わりに至るまで共におられるのです。あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。つまり、救いの神との出会いを通して、神の契約を結んだとき、聖霊によって人生が一変したこと、この経験を通して、神との契約の効力が実際に自分の身に及んだこと、そしてこの契約条件を今でも守れるように、神が助けてくださっておられることなど、私たちの生きた証を人々に伝えることによって、それを聞いて信じた周りの人たちも神との契約者となることを望むことは、すべての罪人の救いとなり、また益となるのです。しかし、この証を伝えるためには、まずは私たちが聖女の儀式に表されていた神の契約の賜物である聖霊を体験しなければならないのです。それは決して罪を愛し、罪を犯しながら神に祈り求めて得られるようなものではありません。もしそのような状態であるならば、まずは罪を愛していることを神に告白し、悔い改めるところからスタートする必要があります。テトス3章の初代教会のクリスチャンもそこから始めました。そして、この自我との戦いは非常に苦戦を強いられるかもしれません。しかし、神の側から提供されている最も強力な助けとなる手段を活用するとき、私たちは罪に勝利する経験を得ることができるでしょう。道徳上の美点も優れた知的素質も決して偶然の結果ではない。最も尊い賜物も活用しなければ何の価値もない。高尚な品性の形成は一生涯かかる仕事である。それは熱心でたゆまぬ努力の結果でなければならない。神は機会をお与えになる。成功はその活用、遺憾にかかっている。どうぞ皆さん、新型コロナウイルスの影響で多くの人が恐怖と不安に心が囚われている時こそ、彼らに神の契約者として与えられた証を伝えたいと思います。それは、新しい人生観、新しい
神との出会いの機会を提供する貴重な働きになるでしょう。どうぞ皆さんの心に神の霊がご臨在してくださり、神の契約者または証人として立ち続けることができますように、神に願い求めていきたいと思います。それでは一言お祈りをさせていただきます。愛する御在天のお父様、今回はテトス3章から聖女の儀式の一つ一つをまた学ぶことによって、あなた様の救いがどのように達成されていくのかを見ることができましたことを感謝いたします。あなた様の側からこの無力な罪人に提供されております救いのための賜物は十分であります。しかし私たちはそれを十分な信仰を持って得ることができない、そのような弱いものであることを自覚しております。どうぞこんな私たちを主よ憐れんでくださり、信仰を強めてくださって、あなた様の側から恵みのうちに提供されておられる救いの賜物を一人一人が得ることができますようにお導きお助けください。救いは誠にあなた様の側にあります。私たちは信仰を持ってそこに手を伸ばさないはなりません。どうぞこの経験にお一人お一人が預かり、その証を世に伝える証人として御旨を果たす力をしもべたちにお与えください。この祈りを感謝して、救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。